天豪作戦は太平洋戦争末期における日本軍の作戦計画。天豪作戦は都市号作戦挫折後の1945年春、連合国軍の日本本土侵攻に対し、本土防衛作戦の一環として本土前園で戦われた航空作戦である。連合艦隊発令の GF 伝令作第564英号では、 敵攻略部隊南西諸島方面に来航せば、陸軍と緊密に共同し、連合艦隊の全力を挙げて、これを撃滅し、南西諸島を確保せとすと示して、各部隊に作戦を指示し、本作戦を、天一号作戦と呼称し、これが、警戒並みに発動要領は、都市号作戦に順次本職これをカレースとした。 大本営発令の大会指第513号別紙の作戦指導の対抗では、陸軍と密に協力し、当面作戦の重点を東、シナ海周辺特に南西諸島に施行し、特に航空兵力の徹底集中並みに、極地防衛の緊急強化を図り来航する、敵主力の撃滅を喫すと指示し、本作戦を天候作戦と呼称すとしている。また、 天豪作戦においてはまず航空兵力の大挙特攻撃をもって、敵機動部隊に通撃を加え次ぎで来航する、敵戦団を洋上及び水際に捕捉し、各種特攻兵力の集中攻撃によりそのタイを撃破するを目途としなお上陸せる敵に対しては強、強なる地上作戦をもって、あくまで敵の航空基地戦量を阻止し、持て航空作戦の完遂を容易ならしめ、 相間手作戦目的を達成すると指示している。この作戦の特質については、様々な異なる観察がなされており、また経過とともに変化が見られる。陸軍と海軍で考えに相違があり、陸軍では、天候作戦を本土を中核とする総合的作戦、計画の一部とみなし、陸海軍の航空戦力で敵の攻略戦団を攻撃し、米軍の進行を地帯させて、 本土決戦準備の完成のため時間を稼ぎたいという考えであったが、米軍の進行挫折の片山はなく、その後の本土決戦の備えや防空にある程度兵力を控えおけした。海軍では沖縄を失えば本土決戦は成り立たないと考え、沖縄戦を根治戦争の決戦になると考えていた。都市号作戦後の次期作戦計画は百四十五年一月二十日の 帝国陸海軍作戦計画大綱であり、2月6日の天合作戦計画は、その第一着手であった。大綱の主眼は、本土の前沿付近で敵に大出血を与え、その領域を確保して、敵の継戦意志を破砕しようとすることにあった。当時の大本営の敵情判断は、人を攻略後の連合国軍は一挙に、本土上陸することなく、 その前に一二段の基地推進を行うと考え、その主要な方面は東、シナ海周辺地域であり、とりわけ南西諸島沖縄地区が目標となる降参が大きいと判断した。この基地推進に日本の上ずる重要な戦機があり、敵を捕捉して大打撃を与えて本土を中核とする全般作戦に寄与することが目的であった。 1944年末から始まった早い一号作戦で、作戦可能の航空兵力のタイブを失い、その再建も進まず、この状況で、東、シナ海周辺に、米軍の来航があった場合、その阻止のために大規模な航空戦を行うか、目をつぶって、航空兵力の再建に努めて、米軍の本土上陸に備えるかについて、陸海軍で意見が分かれ、海軍は、沖縄方面を、 最後の決戦と考えて、航空戦力の連戦上から1945年5月、コまで我慢して、逐次投入を避けるべきとし、陸軍は、本土決戦準備の時間を稼ぐために、陸海軍の総合航空戦力で米軍の進行に、応戦して地帯させようとした。1945年1月20日、陸海軍大本営総長は、 帝国陸海軍作戦計画大綱を上層し、採下を得た。陸軍大法に参謀本部はこれに基づき、進行する敵特に主敵米軍を撃破して、高度を中核とする国防要域を確保しモて敵の戦意を破砕するという方針を全軍に明示した。そのため、大蘇・重慶軍作戦を使命にしてきた朝鮮軍及び死な、派遣軍の任務も対米に転換させ、 南方軍は、大陸方面に向かう連合軍の進攻を非改正し、全軍の作戦を容易にするため、自給任務に切り替え、1月22日から2月6日に、わたり、各軍に対面を蓄字発令した。2月6日、陸軍部は、第10方面軍司令官ほか各総司令官に対し、敵の東、シナ海周辺地域来航にあたり、その霊化航空部隊を多軍司令官の指揮下に、 ハイラシムルと発令し、大陸指第2382号により、航空作戦に関する陸海軍中央協定研究案と、東、シナ海周辺地域における航空作戦指導要領を自達した。この研究案は、海軍との調整を十分に尽くさずに参考として、指示したもので、作戦指導要領で、航空作戦を天候航空作戦と呼称することに決定した。 1>, 1月20日、海軍側は、帝国陸海軍作戦計画対抗に基づく、命令として、大海令37号を発令し、その内容は対抗そのままのものであり、この段階で、航空作戦に関する自達はなく、陸海軍艦の調整を終えた3月1日に、これを自達した。1945年3月17日、連合艦隊は GF 伝令作。 第564名号により、天一号作戦を発令した。19日の段階では、次の決戦方面について、大本営陸軍参謀本部では、敵の上陸方面を台湾の3台とし、大本営海軍軍令部では、敵の通信情報から小笠原方面の3台としていたが、20日には、陸海軍ともに次は、南西諸島との判断を強くした。二十日、 軍令部は大会指第513号を発令し、別紙において作戦指導の対抗で天候作戦を指示しており、当面作戦の重点を南西諸島正面に施行し、航空兵力の集中を図って来航する、敵主力を撃滅する方針を示した。この方針は、軍令部が沖縄航空決戦の決意を表しているとする意見もある。三月十五日十八時十八分。 連合艦隊は、天一号作戦警戒を発令。26日11時2分、連合艦隊は、天一号作戦発動を発令。日本の第五航空艦隊の兵力整頓中に、米軍の上陸があって、本格的航空攻撃もできないまま、米軍に飛行場を使用され始めた。4月3日、軍令部、連合艦隊。 現地部隊で作戦打ち合わせが行われ、軍令部が連合艦隊の航空攻撃の強化を求め、航空部隊の全力をもって、戦局打開の一大決戦を決行するようありとの結論に至り、この結論に基づき、第5航空艦隊長官、うがきまとい中将は3日に作戦要領を発令した。本作戦は、菊水1号作戦と呼称された。菊水作戦は、 日本海軍の第一機動基地航空部隊によって沖縄に来航する米軍に対し特攻攻撃を加えた作戦で4月6日の1号から6月22日の10号まで行われた。これに作応し海軍の第一航空艦隊や陸軍の第六航空軍初期には第八飛行士団も総攻撃を行った。ありがとうございます。